風吹いてんじゃない？ねえ、いい風だね。ナイスウィンドだね。ということはジャストドゥイットなわけだね。さあどうしようかな。メンバーイントロデュース OK。 うん、彼女はね、風と遊ぶのがとっても得意なアリアです。皆さん大きな拍手をお願いします。ビューティフルアイ。そして彼の名前はドクター EK。 大きな拍手。ビューティフルトゥース、うん、そして私の名前は小峰と言います。どうぞよろしくお願いいたします。ビューティフルヘア。 Thank you. I like トリートメント。さあ風見スティックによると、どうやらここがベリーナイスなウィンドのブロウィンしているエリアのようです。さあどんな風が吹いているのか早速観測してみるよ。あ、皆さん一つだけよろしいですか。小峰がレッツと言ったら風エンジョイ、風エンジョイ。そうです、風エンジョイ。簡単でしょ。しっかりやって、しっかりやって、そうしっかりやってね、お願いします。しっかりやってね、お願いしますよ。さあそれでは行きましょう。レッツ風エンジョイ。お、イエローということは、この辺りに吹いてるのは、そう、爽やかな風のようだ。アリア、アイテムの準備をよろしくね。イケジャパニーズキロ。まろやかな声出すね。キロキロ、うん、イエス。よし、さあ皆さんは風に香りがあるってご存知ですか。この花の形をした変わった風車は、こうやってね回すことによって風本来の香りを嗅がせてくれる非常に画期的な風車なんです。今この辺りに吹いてるのは、そう、爽やかな風、つまり爽やかな風の香りが、テイスティングいいですか。うん、オーマイガー、ビリーバボー、感じられるはずですよ。うん、どうしようかな。Let me see. Let me see. ちょっとウェイトね。あなたよろしいですか。ちょっとこちらに来てくださいね。さあアリア EK、この怪しい方に香りを。ちょっと匂い嗅いでいただけますか。どうですか。これで終わりだと思ったら大間違いですよ。私忘れておりました。この風の爽やか成分というものは、嗅いだ人をあっという間に爽やかにさせちゃう効果があるんです。今あなたの前にはほら、お花畑が広がってるでしょ。想像してみて、イマジネーションね。あっち見てください。お花畑広がってますね。ほら真ん中見て、一緒にやりますよ。せーの、お花畑が広がってますね。旅の途中ですかね。アリア行け、みんなに爽やか成分を充満させよう。よろしくね。すいません、まだ終わりじゃないんです。このお花畑一緒にスキップしますよ。いいですか。せーの、はい、スキップしてください。ほら、爽やかなスキップじゃないですか。皆さん見てください、この爽やかな笑顔。お名前なんて言うんですか。秀樹さん、ついてきてください。秀樹です。秀樹です。じゃあね、あっちに向かって爽やかって叫びましょう。いいですか。せーの、爽やか。結構声出ますね。秀樹です。もう行っちゃいましょうよ。せーの、秀樹です。誰だって話ですけどね。ちょっと前に出てきていただいてありがとうございます。すごいダウンジョイですね。あったかそうですね。一つお伺いします。できるだけ大きな声でお答えください。今あなたはどんな気分ですか。もう正直に答えていただいていいですよ。はい、はい、恥ずかしいね。恥ずかしいね。シャイシャイシャイ、うん、そして恥ずかしい、はい、そして爽やか。私にはあなたがさっきよりも爽やかに見えます。これからもご家庭や職場でぜひその爽やかな風吹かせてください。ご協力に感謝します。どうもありがとうございます。では爽やかにスキップでお戻りください。いやー、素敵な彼に拍手してあげて、ね、皆さんも爽やかな香り嗅いでいかがですか。ちょっとスキップしたくなったでしょ。はい、立ち上がってくださいね。はい、皆さんも一緒にスキップしてください。わー、素晴らしいですね。洗脳されてますね。後ろ見てください。強い目で見られてますよ。OK、じゃあその爽やかなデータを一度研究所に持ち帰ろうか。レッツゴーバック。 OK。 あ、そうだ、一つだけいいですか。小峰がレッツと言ったら風邪ひいちゃう。風エンジョイ。言葉が分からなくて笑うしかない状態だぞこれね。おいしい。
デリシアス、うん、では皆さん、小峰がレッツと言ったら風エンジョイ、風エンジョイ、お嬢ちゃんは食べエンジョイでいいからね、そのまま続けてくださいね。さあ、それでは行きましょう。レッツ風エンジョイ、ありがとうございました。レッツゴー行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。